ボクシング教養チャンネル、Today's card The Ring Fight of the Year 2001 Mickey Ward vs Emmanuel Barton。 ミッキー・ウォード46戦36勝10敗 26KO。 この人は言わずと知れた激闘王ですね。この写真の左の人物、皆さんはもうお分かりですね。2009年ブラジルで謎の死を遂げたアルツロ・ガッティです。ミッキー・ウォードといえばこのアルツロ・ガッティとの3試合大激戦を思い浮かべるのではないでしょうか。彼はこのアルツロとの3試合でかなり名を上げたボクサーですね。このアルツロとの2試合、2002年2003年の2試合はリングのファイトオブザイヤーを獲得しています。それから今日お送りするエマニュエル・バートンとのこの試合は2001年のものです。これもまた2001年のファイトオブザイヤーに選ばれています。そうすると2001年、2002年、2003年とこのミッキー・ウォード絡みの試合がファイトオブザイヤーに選ばれています。よほどの激闘王だということが察しいただけますね。それからミッキー・ウォードといえば2010年にザ・ファイターという映画のモデルになっています。私も見てないからわからないんですが、これはトレーナーのディッキー・エイクランドとのストーリーを映画化されたものらしいです。それはさておき、彼のファイトスタイルはぶん殴ってぶん殴ってぶん殴られる、そんなスタイルです。どうぞお楽しみください。エマニュエル・ドランクマスター・バートン、45戦24勝17敗、4引き分け 12KO。 戦績だけを見ると17敗もしているので、あまり強くない選手ではないのかと思われますが、全然違います。彼はとんでもないファイターです。彼はドランクマスターと呼ばれていますが、これは日本語に訳すと水拳です。彼は本当に水拳の使い手です。かなりトリッキーな動きで相手を翻弄させます。ただそれがボクシングを侮辱してるとかバカにしてると見なされて、判定で失った試合が結構あります。この17敗はそのような負け方です。ミッキー・ウォードは素晴らしい選手ですが、このエマニュエル・ドランクマスター・バートンも素晴らしい選手でなければファイト・オブ・ザ・イヤーに輝けるわけがありません。彼がいたからこそファイト・オブ・ザ・イヤーになった試合だと思います。また彼のエピソードで忘れてはならないのがフロイド・メイウェザーとの一戦です。そしてただ戦って負けただけなら何も言うことはないのですが、フロイド・メイウェザーが今まで戦った相手の中で一番苦戦したのは誰かという質問に、迷わずこのエマニュエル・ザ・ドランクマスター・バートンを挙げています。フロイドとの試合では彼のお株を奪うようなディフェンスでフロイドのパンチを避けまくりましたね。私はあの試合以来彼を注目するようになりました。それでは試合をご覧ください。こちらエマニュエル・バートンですね。ミッキー・ウォードです。35歳ですね。始まりました。どんどんこれはウォード前に出ていきますね。ウォードのスタイルです。これですね、相手にロープを背負わせてそこで釘付けにします。ただこの動き、これが水拳ですね。水拳です。これが水拳、トリッキーさですね。水拳ですね。これがドランクマスターの長所ですね。ただこの試合ではあそこでトリッキーな動きを見せただけで、あとはもうその余裕もなくなりますね。ミッキー・ウォードがこのように距離を詰めますので、あの水拳使う余裕がありませんね。
ただバートンはロープ背負ってもいいパンチ当ててるのはバートンなんですよね。うん、内側からいいパンチ当ててますよね。ウォードは外側から大きいパンチなんですよね。これ回転早いですね、バートンは。当ててるのはバートンなんですけどね、見栄えがおそらくロープ背負ってるんで悪いんですかね。これスティーブ・スモーカーレフェリーも大変ですよね。こういう展開が多かったんで、もうどつき合いですよね、これは。あっともらってますよね。これウォードは本当に好戦的なファイターで、こういう試合が好きですね。アルツロとの3試合もこんな打ち合い、すべての12ラウンド戦いましたね。ここでもね、スモーカーレフェリーが割って入りますよね、最後。いつもラウンドの終わり、打ち合いになりますね。すごいですね、ミッキー・ウォードは。でも、バートも負けてない。打ち返しますよね。さすが2001年のファイト・オブ・ザ・イヤーですよね。これ、中からやっぱシャープなんですよね。シャープなパンチはバートンなんですけど。ウォードは外側からバフバフと当てていきますね。すごいですね、この精神力。結構いいパンチウォードもらってますけどね、これ結構顎、すごいですね、この選手は。タフですよね。これもどっちが倒れるかわからない試合ですね、顎の先端。いや、スリップですね。今度はバートンが攻めてますね。いやー、ダブルいいですよね。いやー、効いたかな、ちょっと効いたかな。交代していきますね。パンチ全部もらってますね。右やり返しましたけど、どうですかバートン。あーっと、ボディー、あー、ボディーダブルですね、フック。いやー、手が出ないですね、バートンね。あーっと、効いてしまいました。ダウン取られましたね。いやー、これは痛そうです。また再開。いやー、これはすごい攻めですね、ウォードも。ただバートも打ち返しますね。ここまで互角の展開だったんでね、あのダウンが痛いですよね、バートはね。いやー、これはすごいアクションパックですよね。これが2001年の年間最高試合です。これでタイトルかかってないんですからね。この両者、ウォード WBU っていう団体のチャンピオンなだけで、メジャータイトルどちらの選手も取ってないんですよね。いやいや、これはもう最終ラウンドですかね。すごい試合ですよね。これ距離取ってればね、もっと水拳っぽさを見せられたんですけど、ウォード相手にはやっぱり距離詰まっちゃってトリッキーさ見せられませんでしたね。ただここでもパンチ当ててるんでね、もったいなかったですよね、ダウンが。と五分の展開なんですけどね。あと20秒ですね。これはすごい最後まで打ち合いますよね。すごいです。これじゃあやっぱりウォードはね、映画のモデルになりますね。いやいや、これは素晴らしいです。エマニュアル・バートンも素晴らしいです。スティーブ・スモーカー・レフェリーも感動しましたね。抱き合ってますね、3人で。2人がね、ファイター同士抱き合うの珍しいですけどね。ということで、ミッキー・ウォードの勝ちです。ボクシング、ヨーヨークイーン。あのフロイド・メイウェザーが今まで戦った相手の中で一番苦戦したのは誰かと聞かれて答えた選手は誰でしょう。1ミッキー・ウォード、2マニー・パッキャオ、3エマニュエル・バートン。分かったという方はコメント欄より教えてくださいね。それではまた次の試合で会いましょう。